今まではあの150トンくらいですね、1日あのおでんが出てるんですけど、おでんをですねあの処理するのに、昨日も話した通りその全量おでんをあの処理できなくて、コンポストに最初運んでた分があったんですけど、まあ、あの肥料ですね、まあ、これを出荷するのに放射能の問題がありまして、アンモの放射あのおでんの放射能ってあの7月時点の調査では1430ベクレル の、 あの放射能があの検出されたんですけど、それを、まあ、コンポストにするとですね、これを出荷する時点で200ベクレルでなければならないという規定がありまして、当然そのガモのおでんを運ぶとさらに濃縮されてあのコンポストにするとですね、もう売れあの販売できなくなるということで、まあ、コンポストがまずダメになったということで、その分が処理できなくなったということと、捨て場がですね、宮城県には1箇所しかの管理型処理場の埋め立てをするのが1箇所しかなくて、その処分場の埋め立て処分場では量の運ぶ量を制限 しているんですけど、大体それをあの100トン前後しか運べないということで、毎日ですね50トンから40トンのおでんが溜まってしまう。おでんが溜まるとどうしても問題は匂いが出ます。匂いを消すためにですね、こういうですね、液状の、いろんなの脱臭方法はあるんでしょうけれども、ガモとしてはこういう液体のものをまず脱水する前におでん貯留槽に入れまして、匂いをそれで攪拌して消してから脱水をするというふうにしています。でさらに、それだけでは3日4日でしかですね、匂いを消すことができないので、なんとかその、匂いを消すのに長時間できないかということで、セメント系のですね、のやつに脱臭剤が入っているやつがあるんですけど、スタビー10というやつを入れまして、このようにですね固めて貯留をしています。まあ、これをスメント系を入れると、まあ、ギュッと固まりまして、中にその匂いを封じ込めることができるんですが、まあ、ちょっと問題はアンモニアの臭がですねかなりするということで、バスから降りられた時に若干匂いをしたと思うんですけども、あんな感じの匂いがですね場内に漂っているという状況でございます。で、これにかけてるお金がですね1日64万くらいかかっています。そういう、まあ、方法を取りながら脱臭をしておでんをこう貯めているんですけど、その他にですね我慢として困っていることは、昨日もお話しした通りこの辺一帯がですね60センチほど沈下、地盤変動で、沈下しておりまして、さらに、3メートル70センチほど太平洋側にこうずれているというようなことがあってですね、水の流れが今まではその流れてきたものをポンプで全量その排水をしてたんですが、電気の関係それから機器が水没したことで全部停止しているもんで、自然流下でこう、放流してるんですけど、その60センチの影響があるのかどうかっていうのは、ちょっとわからないんですけども、基準計算上はですね十分100万トンまで流れる計算にはなるんですけど、実態は、ガモ処理場がですね一部その水没するというような現象が起きたりしております。そういうことから雨天対策を、まあ、一生懸命これからやろうということで、頑張っている状態でございます。
はい、移動鉄道でよろしくお願いします。速やかにお願いいたします。